ゴーエンブレムとは、アメリカの競争馬である。アメリカで2冠馬となり、2002年エクリプス賞3歳、ボバチャンピオンに選出された。引退後は、種ボバとして、日本に輸出された。2001年10月のメイドンでデビュー勝ちを収め、2戦目の芝のマニーラステークスこそ破れたが、ダートに戻った3戦目で2勝目を挙げた。3戦2勝で2歳シーズンを終え、 クラシック戦線に向かうことになった。迎えた2002年の最初の2戦は、バグをひるむ仕草を見せるなど、持っている能力を活かすレースができなかった。それでも3月のレースを11馬身差で勝利すると、4月の G2 入りのイダービーも6馬身以上の差をつける、圧勝で初の重賞を勝利した。このレースの サウジアラビアのサルマン殿下が代表を務めるザサラブレットコーポレーションに90万ドルで購入されボブ・バファーと急車へと天運やした。望んだ第128回ケンタッキーダービーでは9番人気ながら2着プラウドシチズンに4馬審査で勝利。自走プリークネス・ステークスでもマジックワイズナーを3、4馬審査で尻溶け4連勝をマーク。3冠の期待がかかることになった。 しかしベルモントステークスでは出遅れもあり発着と惨敗、三冠達成とはならなかった。その後は GI 競争、ハスケル正大半でキャップでサイドマジックワイズナーに三馬進半の差で勝利を収めた。だがそれ以降は勝てず、BC クラシック発着を最後に現役を引退、守護馬となった。自分のペースでレースを進めると非常に強い勝ち方を見せる馬であった。 1990年代から2000年代にかけて、ヤシロ大グループでは、ヘール・トゥリーズン系のサンデー・サイレンスが実績を残していた。やがて、サンデー・サイレンスを父に持つ優秀な頻馬に対し、近親交配の気兼ねがなく容易に交配できる後継守母馬が求められるようになってきた。サンデー・サイレンス自身は、不系のヘール・トゥリーズン系以外には有力な、 主流血脈の影響を受けていなかったので、後継種ボバは主にヘールトゥリーズン系以外の府系から選ばれることになった。1990年代のアメリカでは、ミスター・プロスペクター系の種ボバが活躍していたが、日本では、ヤシロ大グループが、成り物入りで導入した、ティンバーカントリーなどの種ボバが、期待されてほどの成功を収めていなかった。加えて2002年には、 ヤシロ大グループはエンドスイープとエルコンドルパサーという期待されたミスタープロスペクター系の種ボバを相次いでなくしてしまった。そのため本格的にミスタープロスペクターの地を導入し得るシュボバが期待されていた。2002年7月サルマン殿下が休止したことにより関在人によって所有場の整理が行われることになった。10月にケンタッキー州で 競りが行われ、ヤシロ大グループが1700万ドルで購入し、日本で種ボバ入りが決定。チンジケートが組まれることになった。本場は、父のアワーエンブレムだけでなく、母系に配合されてきたシュボバも現在の日本では、ほとんど流行していない血統である。ノーザンダンサーや、ヘイルツーリーズン、ヘイルツーリーズンの祖父である、ロイヤルチャージャーも血統に入っていないこともあって、 かつてのサンデーサイレンスと同様有力な繁殖品場と近親交配を気にしないで配合が可能であった。特にサンデーサイレンス3区の品場とも配合が容易なことが大きな長所として捉えられた。このような決闘背景から2002年にサンデーサイレンスが死亡したこと、米2冠という実績から本場にはポストサンデーサイレンスとして大きな期待が寄せられた。 こうした期待を受けて種ボバ入りしたウォーエンブレムだったが、いざ種付けしようとすると、ほとんどの品馬に興味を示さなかった。品馬によっては種付けを行うことから、性機能障害でもないため、種付けを行わせるために数ヶ月をかけて様々な試行錯誤が行われた。主に多数の品馬の中から、本馬が興味を示す品馬への種付けなどが試みられ、 無地の小柄な品場を比較的好むことが分かった。しかし、種付け作業は難航し、1年目はわずか7頭の種付けに成功しただけに終わった。商業ベースでの種付けは不可能と判断され、陳次系統は初年度にして解散されることになった。また本場には大手保険会社4社の保険がかけられていたが、うち3社が合意して約16億円の保険金が支払われた。 なお残りの一社は、種付けそのものが成功しているとして、保険金の支払いを拒否している。二年目となる2004年には、陳時系都解散後も引き続き、アシロ台、スタリオンステーションで、種ボバ続行に向けた取り組みが行われた。種付けする場所を変える天地療法として、釧路へ移動し、好むタイプの品場で発情を促してから、他の品場を当てがうという方法が心を見られ、このシーズンは、 約50頭ほどの頻馬に種付けができた。しかし、やがて好みのタイプではない頻馬を当てがわれていることに気づいた、ーエンブレムは後輩を拒むようになってきた。このため、翌2005年には種付け数9頭と激減。2006年に至っては種付け数が合わずか1答のみ、2007年は種付けすることができなかった。2006年の1頭は受胎しなかったため、 産区の頭数は2007年産、2008年産は続けてゼロとなってしまった。しかし2008年にペンシルベニア大学のマクダネル博士が行った治療の結果、1日1頭ペースで種付けできるまでの劇的な改善が見られた。2008年は39頭への種付けに成功している。翌2009年には、 過去最多となる69頭の貧馬に種付けを行いうち43頭が決闘登録されたことで今後の種ボバ生活に大きな期待が抱かれたが2010年には種付け頭数が5頭に激減してしまい2011年も19頭と苦戦が続き2015年の種付けをもって種ボバを引退ケンタッキー州ジョージタウンの功労馬つなぎ用施設オールドフレンズで 余生生活を送ることとなった。同施設には、ウォーエンブレムの3巻を阻止したサラバもつなぎようされており、サラバの隣に放牧しようという声も出た。アメリカ帰国後の2016年2月に拒成された。アメリカでは、すべての輸入主母場に対して馬伝染性支宮園の感染検査を義務付けており、その検査のため2頭の貧馬に試験的な種付けを行うことが求められている。 しかし、オーエンブレムが、いつものように種付けを拒んだため、検査自体を実施できなかった。検査を受けずに、アメリカに居続けるための手段として、虚勢という措置が取られた。初年度3区は2006年デビューし、同年11月に JRA2 頭目の出走となる、クランエンブレムが3区初勝利を挙げ、2007年8月には2004年度、3区4頭すべてが中央で勝ち上がった。 種付け数の比較的多かった2005年に誕生した33頭の3区も高成績を上げており、13頭が中央競馬、7頭が地方競馬で勝ち上がっている。このうち2008年2月に湘南アルバが共同通信杯を制し、3区として初の重賞制覇を果たした。3月にはエアパスカルがチューリップ賞を、ブラックエンブレムがフラーカップを制し、 クラシックに3区を送り出している。10月19日には、ブラックエンブレムが、集荷賞を制し、3区に世代目で G1 級競争を制覇した。2006年産の競争馬登録された5藤も、すべて中央競馬で勝ち上がっている。3区の絶対数が少ないため、今後傾向の違う3区が登場する、可能性も十分にあるが、 従来の日本でのミスター・プロスペクター系の種ボバと違い、ダートよりも芝で高成績を上げる3区が多いと言える。3区の重賞実績も芝で G1 を含む4勝を上げているほか、ウォータクティクスのように芝で連敗の後にダートで連勝した馬も出ている。最晩年の3区であるオールブラッシュは準オープンからの格上挑戦でいきなり、 G1 を買ったように競争馬として旬な時期には大物食いをやってのけるポテンシャルを秘めている。近親に活躍馬はほとんど出ていないが、三大母のアイオルソーの半兄にタネボバのプラウディストロマンがいる。他、判定にもタネボバとして日本で活躍したブレイベストロマンがいる。黒影とする資料もあるが、これは海外における形状が馬体の色によって、 ダークベイオア・ブラウンと表記されるからである。www.eqineline.com 当時約1億円。実際にはサンデー・サイレンスを父とする繁殖品馬には母系の影響もあり、母系側の主流血脈との兼ね合いも検討しなければならないのだが、日本ではヘール・トリーズン系以前に活躍していたのはノーザン・ダンサー系であり、 ノーザンダンサー系の近親交配の影響も検討する必要がある。この購入資金には8月に休止したサンデーサイレンスの保険金が当てられたと言われる。サンデーサイレンス導入当時はロイヤルチャージャーやヘイルツーリーズンの地はそれほど流行していなかった。またノーザンダンサーの地を持っていないため当時代流行していたノーザンテイスト等を代表とする。 ノーザンダンサー系の牝馬との配合が可能であることが強みとなった。サラブレッドの生産は自然主義が徹底されており、自然交配によるもののみが許され、乳牛のような人工受精は禁止されている。実際に誕生したのは4頭。このうち約40頭ほどが受胎し、33頭が最終的に競争登録されている。登録数五頭なお、具体的な治療の内容は、 マクダネル博士の企業秘密として公表されていない。誕生した3区から17頭が決闘登録された。ありがとうございます。